こう雨が降ってる日とか台風が近い日とかその気圧が低い時って頭痛くなったりめまいがしたりとか結構するんですけど、気象病っていうらしいですね。気象病っていうらしいです。で、そういう時の頭痛って普通の頭痛薬じゃ効かなかったりとか、逆に副作用が強く出すぎて余計に吐き気が出てきたりとかってするんですよね。だからその病院でちゃんと処方してもらった薬でないと意味がないみたいなって聞いたんすけど、知り合いに教えてもらったのが、あの車の酔い止め薬があるじゃないですか。あのバスに乗る前とか飛行機に乗る前とかに飲む酔い止めの薬が効くんですよ。僕もよく飲むんですけど、頭痛くなったりするんで。でこれ不思議なもんで、頭も痛くなくなるし、めまいもちょっとマシになるんですよ。要するに酔い止めっていうのは三半規管を鈍くさせる薬やったりするんで、車酔いとその低気圧でしんどくなるメカニズムっていうのは似てるらしいんですよ。だから効くらしいです。ただやっぱり薬ってどの薬にも言えることなんですけど、その時はマシになっても決して体にいいもんじゃなかったりするんで、根本的な解決にはならんかったりするんですよね。だから自分でこう考えたりお医者さんに相談したりしながら薬を選ぶのがいいのかなって思いました。気象病に関して言えば漢方薬で症状が緩和するものもあるらしいんですけど、ちょっとお値段は高いんで僕手は出せてないんですけど、漢方もいいらしいですって全部知り合いに聞いた話です。